あの、ね、高尾山に引っ張りだこっていうとこあるの知ってます？引っ張りだこっていうね木があるんだけど、はい、祀られてる木が本当にねでっかい木で、はい、タコ足みたいな、うん、そこをこう触れるというか、うん、お願いするとまさに引っ張りだこになる、うん、なるほど、みんなから必要とされるんですよ。そうするとお仕事が来るよっていうのが あったから、僕ちょうど去年、2016年か、に引っ張りだこ行って、触ってお願いしてる帰りに連絡来て、オーディションを受かりましたって見たの、出たの、それが有田ジェネレーション。あれすごくない？すごい。すごいんだけど、有田ジェネレーション大滑りしたよね、はい。お茶の水男子の歴代の歴史の中でもベスト3に入るぐらい滑りましたね。びっくりするぐらい滑って、もう何も出なかった、なんなら撮影中泣けれたよね。けどでもなんかすごくない、その帰り道に反応が来るとかっていうのはなんかすごいなって、でもそこにたどり着くまでちょっと大変なの、登ったりとかね、いろいろしなきゃいけない。行きます。ちょっと行ってきなよ高尾さん、はい。